10倍速くする具体的な方法について解説していきたいと思います。同じようなデザインを反映する方法をご紹介していきたいと思います。このスタイルブラウザを開くことによって部分的なデザインの変更をすることができます。めちゃめちゃ効率いいやり方となっています。こんにちは、クリエイターズジャパンの浩平です。今回はテロップ作業を10倍速くする具体的な方法について解説していきたいと思います。公式 LINE でよくいただく質問に、テロップ作業を効率よくできる方法はないですか？テロップ作業に時間がかかってしまいますなど質問をよくいただくんですが、確かに僕自身もテロップ作業に時間や手間などがかかってしまって集中がよく切れてしまうことがあります。なのでそうならないための具体的な解決方法として、作業効率がアップするテロップ作業テクニックをご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。そして本題に入る前に大事なお知らせです。現在動画編集スキルを身につけて副業フリーランスを目指している方に6日間無料の講座と7大特典もプレゼントしています。概要欄からクリエイターズジャパンの公式 LINE を登録していただくと受け取れますので、ぜひ受け取ってください。それでは始めていきたいと思います。ではまずこの画面にテロップを打っていきたいと思います。画面左側のこの横書き文字ツールをクリックします。そして画面内でクリックを入れて文字を打っていきます。ではあと位置の調整をしていきたいので、エッセンシャルグラフィックスのこの整列と変形ですね、ここで文字の変更をしていきます。ではこの水平方向に中央ぞれを1回クリックをします。そしてあとはテロップを少し下に下げていくんですけど、その時にこのセーフマージンというものをクリックすると画面内にガイドラインが出てきます。このガイドラインに沿っていくとテロップが見切れることなく綺麗な場所に配置することができます。で今回はこの位置に設定していきます。では一つ目の文字が打ち終わったので次の文字を打っていきたいと思います。その際にこのクリップを複製していきたいんですけど、複製の仕方としては Windows の方でしたら Alt キーを押しながらドラッグアンドロップ、 Mac の方でしたらオプションキーを押しながらドラッグアンドロップをすると、このようにクリップを複製することができます。ではこの状態で次のテロップを打っていきたいと思います。はい、では二つ目のテロップも打ち込みました。ただ今のままだとデザインも何も施していないので、このように画面の左側のこの部分ですね、ここを見てもらうと分かるんですけど、後ろの背景と被って文字がもう全く見えないので、なので文字を見やすくデザインを施していきたいと思います。では一つ前のこのこんにちはサハラ舞です、このテロップでテロップデザインを作っていきたいと思います。ではドラッグでこのように文字を赤く囲います。そしてエッセンシャルグラフィックスの画面下にあるこのアピアランスですね、ここでデザインを作っていきます。では塗りの部分はこのままで、境界線ここにチェックを入れていきます。そして次にこの色を変えていくんですけど、今は黒色なんですけど、ここは好みの色で大丈夫なんですけど、今回はこの赤色でやっていきます。色が決まったら OK をクリックします。はい、このように白文字に赤い境界線が入ったことによってテロップが見やすくなりました。ここから少しだけ設定も含めていろいろ変更していきたいと思います。もう一度このように赤く選択した状態でエッセンシャルグラフィックスのこの部分ですね、まず順番に説明していくと、このテキストの中にあるこの3本線が3つ並んでいるものがあります。テキストの上ぞろえ、テキストを垂直方向に中央ぞろえ、そしてテキストの下ぞろえというものがあります。今はこのテキストの上ぞろえにチェックが入っているんですけど、これをテキストの下ぞろえにチェックを入れます。そして次にこの左側に行くと、このテキストを左ぞろえ、そしてテキストを中央ぞろえ、テキストを右ぞろえっていう風になっています。これも今テキストを左ぞろえになっているんですけど、これをテキストを中央ぞろえ、こちらをクリックします。そうするとテロップが一旦このように左側にずれるんですけど、これはまた上に戻って整列と変形のこの水平方向に中央ぞろえ、こちらをクリックするとまた真ん中に戻ってきます。そして次にこのアピアランスというところのこのペンチのマークがあります。このグラフィックプロパティをクリックするとこのような画面が出てきます。今ライン結合がマイター結合になっているんですけど、これをラウンド結合に変更します。そしてこのバット先端っていうのを丸型先端に変えます。これが何かというと、先ほどのこのマイター結合の状態でしたら、この境界線を少し太くしてあげるとこのようにテロップの角がギザギザしたようなデザインになってしまいます。これだと結構テロップってダサくなってしまって動画のクオリティも結構悪いものになってしまうので、そうならないために、なのでこのエッセンシャルグラフィックスのアピアランスにあるこのグラフィックプロパティをクリックして、ラウンド結合の丸型センターこちらに変更することによって
このように境界線を太くしてもギザギザしたデザインにはならず、丸くすっきりしたデザインにすることができます。今回は境界線の太さは5のサイズでやっていくので、このようなデザインでやっていきます。では1つ目のテロップデザインが決まったら、2つ目のこのテロップですね、ここはまだ何にもデザイン決まってないので、また同じようにやっていくんですけども、またこれも同じように先ほどご説明したものを1つずつやっていくと、このようにテキストを中央揃えのテキストの下揃え、そしてまた塗りの部分とこのマイター結合って1つずつ毎回やっていくってなると、めちゃくちゃめんどくさいです。なのでこのテロップにも同じようなデザインを反映する方法をご紹介していきたいと思います。では先ほど1つ目のこのデザインですね、このテロップをクリックしてエッセンシャルグラフィックスのここにあるこのリンクスタイルというものがあります。こちらを使用します。このリンクスタイルというものはプレミアプロ 24.3 から搭載されたもので、今回僕が解説で使っているプレミアプロもプレミアプロ 24.4 のものを使用しています。なので今動画を見ている皆さんのプレミアプロでこのリンクスタイルというものがなければ、もしかするとプレミアプロのバージョンが少し古いものになっているかもしれないので、一度バージョンの確認をしていただいて、必要な方はアップデートしていただけたらなと思います。そしてエッセンシャルグラフィックスのリンクスタイルの右側にあるこのプラスボタンですね、こちらをクリックするとスタイルを作成というものが出てきます。こちらをクリックするとこのように新規テキストスタイルという画面が出てきます。これでテロップデザインを保存することができるので、名前を変更していきたいと思います。ここは何でも大丈夫なんですけれども、今回は赤いテロップという名前で分かりやすくしていきたいと思います。そしてこのままプロジェクトに保存にチェックが入ったまま OK ボタンをクリックします。そうするとこのリンクスタイルに赤いテロップというスタイルが反映されたのと同時に、プロジェクトのこの画面にも赤いテロップが保存されました。そしてあとはこの2つ目のこのテロップですね、このテロップにドラッグ&ドロップでこの2つ目のこのクリップにテキストスタイルを投げ入れると、先ほどのテロップデザインを反映することができます。あとはこのテロップが画面から見切れているので、ちょうど区切りのいいところで開業してあげたいと思います。そして2行テロップを作る際、注意していただきたいことがありまして、先ほど僕がテロップの設定を作る際にこのテキストの下揃えや上揃え、ここの話を少しだけさせていただいたと思うんですけども、これがもしテキストの上揃えの状態ですと、開業した際に2行目以降のテロップがこのように画面から見切れてしまいます。セーフマージンを一度開くと分かるんですけども、この1行目のテロップをベースに2行目3行目はここから下に文字が打ち込まれていくという風になるので、下の文字が見切れてしまいます。なのでそうならないために、先ほどのこのテキストの上揃えですね、これを上揃えから下揃えにしていくことによって、2行テロップも見切れる心配がありません。そしてこのテロップをもう一度オルトキーもしくはオプションキーを押しながらドラッグアンドロップで複製していくことによって、また次のテロップを打ち込んでいくことができます。はい、このようにオプションキーやオルトキーでドラッグアンドロップをすることによって、テロップを複製してデザインそのままにテロップを次に活用することができます。ではこのように今テロップを複数打っていったんですけども、今度はこのテロップを部分的にデザインを変更するやり方をご紹介していきたいと思います。ではまず先ほどのこの2行テロップですね、このテロップの中の月5万円ですね、ここだけ部分的にデザインを変えていきたいと思います。まず一つ目のやり方としては、この月5万円を選択して、この状態でアピアランスのこの塗りですね、ここから色を変更していくことによって、部分的に変更することができます。ただこのやり方だと、次はまた同じように、毎月5万円を選択して、アピアランスから色を変更するっていうなると、一つ一つやると面倒くさいというか手間がかかってしまいます。次にご紹介するやり方は、まずデザインを一度全部選択します。そしてこの状態でエッセンシャルグラフィックスのこのアピアランスですね、ここの色を変更していきます。はい、このように一旦全部デザインを変えた状態にします。そしてこの状態で月5万円というところを選択します。そしてこの状態でコントロールキーを押して C を押すことによってコピーすることができます。そしてコピーした状態で今度はコントロールキーを押して Z を押すと戻ることができるので、元のテロップデザインに戻すことができます。そして最後に先ほどのこの月5万円をもう一度このように選択してショートカットキーのコントロールを押して V、 こちらを押すとこの月5万円をペースト貼り付けすることによって部分的にデザインを変更することもできます。
そして次に境界線を使ってデザインを部分的に変更するやり方もあるので、そちらもご紹介していきます。では一旦このテロップをこのように全部選択した状態で、エッセンシャルグラフィックスのこの境界線ですね、この境界線の右側にこのようなプラスボタンがあります。このプラスボタンをクリックすると境界線を一つ追加することができます。今このようなグレーの色なんですけど、この色を少し変更していきたいと思います。では今回はこのような黄色でやっていきます。色が決まったら OK ボタンをクリックします。では次にこの境界線のこの右側ですね、今ここに外側という表示があります。この外側をクリックすると、外側、内側、中央という3つの項目があるんですけど、これによってテロップのどこに配置するかを変更することができます。通常でしたらこのように外側となっていてこのままで大丈夫なんですけど、今回はこれを内側に変更します。そうすると先ほど外側にあった黄色の境界線が内側に入り、黄色と混ざるような感じになってしまいました。あとはこの黄色の境界線の太さを例えば太めの20で変更します。そうすると白色のテロップというよりも黄色のテロップに赤の境界線が入ったテロップデザインとして使うことができます。あとは先ほどのこの境界線ですね、この黄色にチェックを外すとこのように白色のテロップに戻るので、強調したい部分的なところだけこのように選択してここをチェック入れると、このようにテロップのデザインを変更することができます。なのであとはこのテロップをもう一度オルトキーもしくはオプションキーでこのように複製した後にまた次の文字を打っていきます。そしてここからまた強調したいところに赤く選択した状態で、エッセンシャルグラフィックスのこの境界線ですね、ここにチェックを入れるとこのように次のテロップも同じように黄色のデザインを入れることができます。なのでこのやり方はテロップをコピペした後にこの境界線のチェックを入れるだけでデザインを変更することができるので、めちゃめちゃ効率いいやり方となっております。では次にプレミアプロ 24.3 で追加されたスタイルブラウザーでのデザインの変更のやり方について解説していきたいと思います。ではもう一度テロップのデザインを作っていきたいので、テロップを全部選択した状態で色を変更していきます。はい、ではこのようなデザインを作りました。あとはもう一度これをクリックして、このリンクスタイルの右側にあるプラスボタンをクリックしてスタイルを作成していきます。ではここの名前は同じように分かりやすく赤いテロップ2と入れていきたいと思います。そしてまた OK ボタンで保存していきます。そうするとプロジェクトパネルにこのように赤いテロップが2種類追加されました。このプロジェクトパネルからテキストスタイルをドラッグアンドドロップするとこのようにデザインを一瞬で変更することができるんですけど、ただこのやり方だとこのように選択した状態でも部分的な変更はできません。なので部分的な変更をするやり方として、このリンクスタイルのこの右側にあるこのスタイルブラウザを開くというものがあります。このスタイルブラウザを開くことによって部分的なデザインの変更をすることができます。ではスタイルブラウザを開くと先ほど保存したテキストスタイルが2つ追加されています。そしてこのテキストをこのように全部選択した状態でテキストスタイルをクリックすると、ワンクリックでこのようにデザインを変更することができます。これだと先ほどのプロジェクトパネルからドラッグアンドドロップで入れるやり方と同じなんですけど、スタイルブラウザーからだと例えばこのおすすめの副業4選ここですね、ここを選択した状態でスタイルブラウザーのこの赤いテロップ2これですね、これをクリックするとこのように部分的にデザインを変更することができました。なのでスタイルブラウザーを使いこなすことによってこのように部分的にデザインを変更したい際も選択とワンクリックだけでこのように変更することができるので、ぜひこのスタイルブラウザーも使っていただけたらなと思います。では次にテロップのアニメーションの作り方とそのプリセット保存について解説していきたいと思います。ではまずこのテロップをクリックした状態でエフェクトコントロールパネルを開きます。そしてここでアニメーションの作成をしていきます。では今回はこのベクトルモーションのこの位置という部分ですね、ここのアニメーションのオンにスイッチを入れます。そして今一つ目のキーが出ました。そしてこの再生バーを左に持っていって先頭に持っていきます。そしてベクトルモーションのこの位置の数字ですね、この数字を動かすことによってテロップの位置をずらすことができます。ではここを710と数字を変更してこのように一旦テロップを画面から隠してあげます。そして10フレーム目のここで今540のキーフレームが2つ目に打たれているので、
これで今10フレームかけてテロップが下から上にこのように出てくるようなアニメーションができました。そしてこのアニメーションをもしこの動画だけ使用するということでしたらこのままで大丈夫なんですけど、例えばこのアニメーションをまた別の動画だったり、この動画の別のシーン、要は複数回このアニメーションを使う際にまた同じように一から作るとなると本当にめんどくさいです。なのでこのアニメーションをプリセットとして保存することができます。そちらについて解説していきたいと思います。では先ほど作ったこのベクトルモーションですね、こちらを右クリックしてこのプリセットの保存というものがあります。こちらをクリックします。そうするとこのような画面が出てくるんですけど、この名前は分かりやすいもので大丈夫です。ではここは、まあ名前下からというふうにしておきましょう。そしてこれで OK ボタンをクリックします。そうするとエフェクトパネルのこのプリセットというフォルダがあるんですけど、こちらをクリックすると先ほど登録したこの名前下からのこのプリセットですね、こちらが新たに追加で保存されているので、あとはこのエフェクトをドラッグアンドロップで別のクリップに入れることによってこのテロップにも先ほど作ったエフェクトを反映することができました。ただ今この2つ目のエフェクトを見てもらうとお気づきだと思うんですけど、今プリセット保存したエフェクトを2つ目のテロップに入れたんですけど、1つ目のテロップではシュッと出てくるアニメーションに対して2つ目はゆっくりとしたアニメーションになっています。なんで2つ目だけこのアニメーションがめちゃくちゃゆっくりかというと、先ほどのプリセットの保存の仕方がこの原因を起こしています。では先ほどのプリセット保存をもう一度やっていくんですけども、この最初のテロップですね、ベクトルモーションを右クリックしてプリセットの保存をもう一度クリックします。そうするとまたこの画面が出てくるので、また同じように名前下から今度は2と入れていきます。そして先ほどはこのまま OK ボタンをクリックしたんですけど、この上にあるこの種類というものがあります。スケール、インポイント基準、アウトポイント基準という3種類があります。先ほどはこのスケールにチェックが入った状態でプリセット保存をしていました。このスケールが何かと言いますと、今このクリップの中にあるこの10フレーム分のアニメーションを保存したんですけど、この1つ目のクリップと2つ目のクリップ、このように長さが倍以上長くなっています。スケールで保存してしまうとこの短いクリップの10フレーム分に対してこっちのクリップはそれ以上に長いので、例えばここに先頭に合わせてここから10フレーム移動します。今ここ10フレーム目に移動してるんですけど、キーフレームもだいぶ遠いところに移動されています。なのでこれがスケールでプリセット保存した際に起きてしまう原因となっています。じゃあこういう風にならないためにどうしたらいいかというと、先ほどのこの1つ目のエフェクトですね、こちらを右クリックしてもう一度プリセットの保存をします。そして名前下から2ともう一度打って、先ほどこのスケールにチェックが入っていたんですけど、これをインポイントに変えます。そしてこれで OK ボタンをクリックします。そうするとエフェクトパネルに今名前下から2というものが新たに追加されています。ではもう一度この名前下から2というものをドラッグアンドロップでこのクリップに入れます。そしてこれで再生するとさっきよりもシュッと速い動きになりました。エフェクトコントロールパネルのこのキーフレームを見てもらうと分かるんですけど、今こちら再生バーがここにあるんですけど、ここから10フレーム移動すると、はい、ちょうどさっきと違って10フレーム目に2つ目のキーフレームが出ました。インポイントになると1つ目のこのキーですね、ここに合わせてエフェクトを保存するっていう風になるので、このようにクリップの長さが変わってもこのキーをベースにフレームの間隔などをそのまんまに別のクリップに反映することができます。そしてもう一つあったアウトポイント基準なんですけども、それはインポイントと逆で後ろのキーフレームですね、それに合わせてエフェクトを反映してくれるというものになります。では例えばこの長いクリップですね、ここの後ろに同じようにエフェクトを作っていきたいと思います。このクリップは最初は下から上に出てまた下に隠れるというようなアニメーションができました。ではこれで一度プリセット保存をしたいと思います。ではこれは名前下から3としておきます。そしてアウトポイント基準にチェックを入れて OK をクリックします。そうするとここに今3つ目のエフェクトが追加されました。ではこれをもう一度この最初の名前のテロップですね、ここに入れていきたいのでこれを一旦消したいと思います。ではこの3つ目のこのエフェクトですね、これを名前の方に入れていきます。はい、そうするとこのエフェクトコントロールパネルを見てもらうと分かるんですけども、後ろの方はこのようにキーフレームがあって名前がこのように下に隠れるエフェクトが出てくるんですけども、
ただ冒頭に関してはそのエフェクトが反映されていません。これは何でかというと、これはインポイントアウトポイントともに共通することなんですけど、インポイント基準やアウトポイント基準は最初のキーフレームもしくは最後のキーフレーム、これに合わせてキーフレームを反映するというものになるので、例えばこの長いクリップから短いクリップに入れてしまうと、どうしても尺が足りなくなってクリップ内には収まらなくなってしまうんです。例えばこれをもう一度プリセット保存する際にスケールでチェックを入れたまま名前下から4と入れて保存してみますと、これをドラッグアンドロップでもう一度入れてみます。そうするとクリップはこっちの方が短いんですけど、ちゃんと頭と後ろの両方にアニメーションが反映されています。なので使い分けとしては、スケールはクリップの長さによってアニメーションの間隔などが変わってしまうんですけど、必ずアニメーションキーフレームなどが全て反映された状態でクリップに入るので、あとは間隔等は自分の修正だけで解決することができます。逆にインポイントやアウトポイントはキーフレームなどの間隔はそのままなんですけども、尺によってはクリップの中に収まらないで反映されないということも起きてしまうので、そのあたりの使い分けが必要となってしまいます。なのでこのクリップのように最初だけアニメーション欲しいけど、あとは別にアニメーションなくても大丈夫だよという時は、このようにインポイントから始めても大丈夫です。ただ逆にこのように頭とお尻両方にアニメーションを必要とする場合は、スケールでプリセット保存した方がいいかなと思います。では最後に自動文字起こしについて解説していきたいと思います。テロップの打ち込みだと手打ちでやっていく方法があります。今回は36秒ぐらいの動画なんで手打ちでもすぐ終わるんですけど、例えばこの動画が10分や20分、それ以上の長い尺で全部手打ちってなると本当にどう頑張っても時間はかかります。長いものになると、まあ、1日とか2日かかるっていうことも、まあ、もしかしたらあるかもしれません。まあ、僕も結構集中力切れたりすると1日かかったりっていうことも全然あるんで、まあ、そのぐらいテロップっていうのは大変なんですけど、ただプレミアプロには自動文字起こしという、その動画の音声を聞いて自動で文字起こしをしてくれる機能があるので、そちらについて解説していきたいと思います。まずこのプレミアプロの上部にあるこのウィンドウをクリックして、この真ん中より下にあるこのテキスト、こちらをクリックします。そうするとこのようなテキストパネルが出ました。そしてここから文字起こしをクリックして、この文字起こし開始、こちらをクリックします。そしてこれで少し待ちたいと思います。はい、ではこのように文字起こしができました。ではこの文字起こししたこの文章を動画内に反映していきたいと思います。次にこのキャプションをクリックします。そうするとここに文字起こしからキャプションを作成というものがあるので、こちらをクリックします。そうするとこのような画面が出てくるので、ここから設定を変えていきたいと思います。まず字幕のデフォルト、こちらはこのままで大丈夫です。そして形式もそのままです。そしてスタイルなんですけど、これはテキストスタイルを何に使えますかというふうになるので、今ここクリックすると動画内でご紹介した赤いテロップ2種類がここに入っています。まあ、この時点でここにチェックを入れて文字起こししても大丈夫なんですけど、今回はあえて一旦何もないなしの状態でやっていきたいと思います。そして次に1行の最大文字数というものがあるんですけど、こちらを20で設定します。そして最短のデュレーションというものがあるんですけど、これはこのままで大丈夫です。そしてキャプション間の間隔フレーム、これも0、このままで大丈夫です。そして行数が1行2行とあるんですけど、このまま2行のままにしてキャプションの作成、こちらをクリックします。そしてこれもまた少し待ちたいと思います。はい、このようにキャプションの文字起こしが終わりました。そしてこのようにテロップが動画内に反映されました。ただこのように文章の改行だったり名称ですね、例えばこのサハラマイデスのこのマイは、まあ、漢字じゃなくてひらがなだったりと、まあ、このあたりは多少の修正は必要になってくるので、このあたりは今から修正していきたいと思います。ではまずこのサハラマイの名前を変えていきたいと思います。このテキストパネル内のこの文章ですね、ここをダブルクリックすると修正することができるので、ではこのマイの漢字をひらがなに変更します。そうするとこのように修正することができます。そしてこの点も削除しておきます。これで一つ目の修正が終わりました。では次にこっちですね、今回は在宅で月5万稼げるおすすめの副業4選です。まあ、このままでも大丈夫なんですけど、まあ、今回はこのおすすめをカタカナに書いておきます。もし今の給料よりも毎月5万増えたら何にお金を使いますか、将来のために貯金をしたい、ここはちょっと区切りが悪いので直していきたいと思います。では再生バーをカットのこの切れ目ですね、ここに合わせた状態で
キャプションを分割というこのボタンがあるので、こちらをクリックするとクリップを2つに分けることができます。あとは1つ目のここですね、ここをダブルクリックして、後ろの将来のために貯金をしたい、ここを削除します。そして2つ目のクリップ、こっちですね、こっちも同じようにダブルクリックして、何にお金を使えますか、ここを削除して行数を直してあげます。そうするとこのように、何にお金を使えますか、将来のために貯金をしたいというふうに2つ分けることができました。そして同じように、家族や友達と旅行に行きたい、美容やファッションに使いたい、ここも分けていきたいと思います。ここに再生バーを当てて、このキャプション分割を押します。そうするとここでまた編集点、カットの切れ目が入って2つに分けることができます。そして同じように、美容やファッションに使いたい、こちらを消します。そして2つ目は頭のこの、家族や友達と旅行に行きたい、そして行を修正します。そして今わざとこの文章の後ろにあるこの点ですね、この点を残したんですけど、まあ、本来これも一個一個消していけばいいんですけど、まだ他にもこのように点が何個かあるので、これを一つずつ消していくっていうのも結構めんどくさいです。なのでこれをまとめて消す方法をご紹介していきたいと思います。このテキストパネルの上にあるこの検索窓ですね、こちらで先ほどのこの点を一つ入れます。そうするとここで 1,2,3,4 4つ見つかったというふうになります。でそしてここから下にあるこの置き換えというボタンをクリックします。そうするとこのような検索窓が出てくるんですけど、ここは何も入れずにこの状態で全てを置換、こちらをクリックすると先ほどまであったこの点が4つ全部消えました。置換を入れることによって漢字などの入れ替え修正を簡単にすることができます。では他も同じように修正をしていきたいと思います。はい、ではこのようにテロップの修正が全部終わりました。ではこのキャプションとして文字起こしされたこのテロップをエッセンシャルグラフィックスとして使えるようにしていきたいと思います。テロップをこのようにドラッグで全部選択した状態にします。そして画面上部のグラフィックとタイトル、こちらをクリックして、このキャプションをグラフィックにアップグレード、こちらをクリックします。そうするとワンクリックで先ほどまであったこのテロップですね、これがエッセンシャルグラフィックスに変わったので、あとはこれをエッセンシャルグラフィックスとして修正することができます。そして最初の文字起こしからキャプションにする際にテキストスタイルを設定することもできたんですけども、まあ、あとはここでテロップを全部選択した状態でまたこのようにプロジェクトからドラッグアンドロップでテロップに入れると、もうこれだけでテロップデザインをすべて反映することができます。そしてテキストスタイルでテロップデザインを変えたことによって、このようにテキストの改行がすごいなんか違和感ある感じになってしまいました。なのでこういったところはまたエッセンシャルグラフィックスで同じように修正していきたいんですけど、この赤枠が今ここに見えると思うんですけど、この赤枠内でテロップが収まってしまうので、どうしてもここを修正するっていうのがなかなか難しかったりするんですけど、実はここも選択ツールに切り替えて青い枠が出てくると思います。この青い枠を横にビッと伸ばしてあげると、このテキストボックスを広く使うことができます。そうすることによって先ほどのこの修正が簡単にできるようになります。ではこのようにテロップの修正が終わりました。ではもう一度エッセンシャルグラフィックスを開いて、インクスタイルからスタイルブラウザを開きます。そしてあとは動画の最初でもご紹介したようにデザインを変更したいところだけ選択して、スタイルブラウザーからテキストスタイルをクリックすることによってこのようにデザインを変更することができます。文字起こしに関しては台本口調で一人で喋る分に関してはすごく正確に読み取ってくれるんですけど、例えばエンタメ動画のように2人や3人の複数の人数でわちゃわちゃとこう喋る動画だとちょっとうまく読み取ることが難しかったりするんですけども、そのあたりはまた使い分けで文字起こしを使っていただいたり、まあ、手打ちで打ってからスタイルブラウザーを使って効率よく作業を進めていただけたらなと思います。いかがでしたでしょうか。今回はテロップ作業を10倍速くする具体的な方法について解説していきました。今回ご紹介したテクニックで作業効率がアップすると作業時間も大幅に短縮できるので、ぜひ自分に合ったテクニックでテロップ作業を取り組んでいただけたらなと思います。そして動画編集を始めたい方やアフターエフェクトなどに興味のある方はクリエイタージャパンの公式 LINE を登録していただくと6日間無料の講座以外にご覧の豪華7大特典をプレゼントしていますので、ぜひ受け取ってください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。